3月26日松山市熊野台の民芸伊予かすり会館でお国自慢のファッションショーが行われました。これは伊予かすり少女クラブが主催し、3歳から13歳のおよそ30人が昔ながらの着物に身を包み踊りや歌を披露しました。長いことね、この子どもたちに愛媛のお国自慢のねものを残そう、伝えようと思うと、やはり衣装までね同じ当時のものじゃないと歌と行事とかですねマッチしないので、どうしてもこだわって少しでもそれとまた今の子に合うようなちょっとこう変えてみたりとかですね、色合いもちょっと明るいものをとかいうのしましてね。我が輩は猫であるっていう小説ができて100年というので、そのお祝いで猫のみこしを作って、そして本当に愛媛県っていうのは漱石さんに、ね、大変お世話になっているので、やはりこの我が輩は猫っていうのをねちょっと売り出して感謝の意味を込めて多くの方に伝えたいなと思ってます。いい愛媛のね素晴らしいものを子どもたちの力で次に伝えたいな。でみんな参加している子どもたちが愛媛が大好き、四季さんや漱石さんみんな大好きっていうようなお子さんが多いんですよ。本当にありがたいなと思ってるんで、こういうどんどんねこういう活動を続けていかれたなと思います。こういうあんまり派手な着物あんまり着たことないんで、なんか着てみるとちょっと楽しかったです。伊予の湯で踊れるかちゃんと不安だったけれど踊れたので良かったなと思います。昔の人の服装が体験してみてとても嬉しかったです。子どもたちは昔ながらの着物に身を包み、伊予の国のお国自慢を精一杯披露していました。